ヘンリー・モーガンヘンリー・モーガンは、17世紀にカリブ海で活躍したイギリス出身の海賊である。海賊を引退した後、ジャマイカと代理総督などの国家の役職につき、海賊を取り締まる立場になった。ウェールズのモンマスシャー州のルランムに生まれ、1650年に西インド諸島のバルバドス島に渡るが、そこで5年間の農園での年季奉公を強いられる。しかし、 モーガンは生まれつき体が大きく、厳しい労働に耐えることができたので、20歳前にも、かかわらず、奴隷や奉公人を監督する立場になった。農園主も、モーガンのことを気に入り、モーガンに自由に読書をすることを許した。そして、1655年に、年期暴行の期限が切れると、モーガンは、海賊の世界に足を踏み入れる。以上の話は、エスケメリングの、 アメリカのバカーニアに記された内容であるが、モーガン自身は幼少期に年季暴行に出されたという話は嘘であり、名誉を毀損するものであるとして出版社を訴えている。一方、電気作家、クルックシャンクの説によると、モーガンはウェールズ南部の軍人家系のジェントリ出身であり、製方計画時にジャマイカに渡ってきた兵士だという。1655年にモーガンは、 バルバドス島からジャマイカ島に渡り海賊船員を募集していた海賊船に入るがその後は謎に包まれている。どうやら仲間を集めて海賊家業で金を貯めていたらしい。その頃のモーガンは仲間に慕われ船長にまでなったようである。その後ジャマイカ島から西に移動しカンペチェ湾やニカラグア沿岸で海賊行為を働いていたがインディオから グラナダのことを聞いた。当時のグラナダは近隣の産物の集積地として繁栄していた。モーガンは全長190キロのサンホワン川を1週間以上かけて渡り、ニカラグア湖を5日かけて北上した後、月明かりを利用してグラナダを奇襲した。モーガンは逃げ遅れたスペイン人を教会の中に押し込め、海賊襲撃に便乗して、 スペイン人を襲った奴隷のインディオと共に略奪を行った。カヌーで川を登ってきたため財宝はあまり積み込めなかったが、この遠征により、ジャマイカでモーガンは有名になった。その後、グラナダ遠征で得た富で、モーガンは農場を買い、30歳の時にジャマイカ島の総督になったおじの娘と結婚した。その後モーガンはおじの後に、 ジャマイカ党総督に就任したトーマス・モディフォードから、海賊の中でも結出した指導者であった、マンスベルトを紹介された。彼は、サンカタリーナ島の占領を計画しており、モーガンは説得されて、その遠征の副指揮官となった。しかし、マンスベルトの休止や、スペインが島の防備を固めたため、この遠征は、失敗に終わった。モーガンが次の遠征の目的地としたのが、 キューバ島であった。モーガンは仲間と相談して、この遠征を決めたのだが、船の中にいたスペイン人捕虜に、この会議を聞かれ、その捕虜が逃げ出したことにより、エルプエトル・デル・プリンシペルの町に、海賊襲撃が伝わってしまった。このため、町へと続く道は塞がれていた。しかし海賊たちは、森の中を通り、兵に気づかれずに町に到着することができた。 町を占拠した海賊は住民を脅し、8レアル銀貨5万枚を奪って、ジャマイカ島に帰っていった。この時、イギリス人海賊とフランス人海賊が居かいを起こし、イギリス人がフランス人を殺してしまった。モーガンは、加害者を裁判にかけると約束したが、フランス人海賊たちは、モーガンから離れて行ってしまった。ポルトベロ遠征の際、モーガンが苦労したのは、仲間集めであった。 キューバ遠征の事件でフランス人海賊が集まらなかったため460人しかこの遠征に参加しなかった。ポルトベロは難攻不落の要塞と言われており参加人数の少なさに遠征の失敗を心配する仲間もいた。モーガンはそんな仲間を励まし激しい攻防の末奇襲作戦でポルトベロを占領してしまった。パナマ市総督は救援軍を送ったが 逆に海賊に襲われることになった。モーガンは兵を捕虜とし、パナマ市総督に住民の身の白金の要求をした。この時、パナマ市総督はモーガンに海賊の武功を示すものを送ってくれないかと言い、モーガンは一丁のピストルと数発の弾丸を渡し、これを12ヶ月間保管しておいてください。自分自身で取り返しに行きますと言った。総督も金の指輪を渡し、 ポルトベルほどはうまくいかないと言ったという。結局パナマ市は身シロ金を払わず、住民が土の中から掘り出した身シロ金代わりの10万ペソと、宝石25万ペソの現金、奴隷などの奪ったものを乗せて、モーガンはジャマイカ島に引き上げた。ポルトベルを簡単に攻略されたことで、本国のスペイン人はモーガンを悪魔のように恐れた。モーガンは、この遠征の際、 8隻の船と500人の部下しか自由にできなくなっていた。この遠征の前、モーガン主催のイギリス本国から赴任してきた役人を迎えるパーティーでの爆発事故で、モーガンと個人的に親しい海賊の頭株たちが死亡して、モーガンの求心力が低下したためである。モーガン自身も爆発で海に吹き飛ばされたが、奇跡的に無事だった。1669年2月6日、 モーガンはマラカイボの町を襲った。しかし、町は空っぽで、住民はもっと奥の町のヒブラルタルに隠れていた。モーガンは住民に拷問を行い、財宝を強奪した。たんまり財宝をせしめた。モーガンだが、ジャマイカ島に帰る際、川口でスペイン軍に船を囲まれ、投降するように勧告された。モーガンは部下にこのことを話し、降伏するか戦うかを決めさせた。 海賊たちは戦うことを決め、モーガンは飛船作戦により、スペイン船3隻のうち2隻を沈め、スペイン軍を恐れさせた。このことは、モーガンの最高の武勇伝とされている。この遠征が決まると、モーガンは参加する海賊を集めて、起立や怪我をした時の保証を発表した。そして、出発する際に、私略許可状を持っていたのだが、ジャマイカ逃総督から渡された。 許可状は5ヶ月以上前に期限が切れたものだった。この時、スペインとイギリスの間でマドリード条約が交わされ、両国は友好状態にならざるを得なかった。モーガンは知ってか知らずが、この許可状を使い続けた。1670年12月20日、モーガンらはサンカタリーナ島に到着した。小舟に白旗を掲げさせて、様子を見に行かせた。 モーガンだが、返事は、島は、明け渡すから、総督の名誉のために模擬戦争をしてくれないかという、ものだった。策略を疑ったモーガンは、もし約束を破ったら、本当に攻撃すると釘を刺して、承諾した。実際、スペイン兵は空砲しか撃ってこず、モーガンに降伏した。1671年、モーガンらは、チャグレス川に到着する。出発するとき、食料は、 途中の村から奪ってくることを想定していたため、ほとんど持っていかなかった。しかし、どの村も住民は食料を持って逃げており、海賊たちは皮袋を食べなければならなかった。しかも、6日目に、スペイン運兵が現れた上に、インディアンの妨害にもあって、海賊にも死傷者が出た。しかし、幸運にも得られた食料で命をつなぎ、 パナマ市に進撃し、2時間ほどの戦闘で海賊が勝利した。市は総督の命令で火に包まれ、モーガンはダゴバ島に逃げた住民を追って莫大な財宝を手に入れた。この遠征は海賊史上最大の遠征と言われている。しかし、財宝の分配の時に部下が分け前が少ないと文句を言い始めた。やがて、モーガンが財宝を横領しているのではないか。 という疑惑が広がり、命の危機を感じたモーガンは、少数の部下を連れて、ジャマイカ島に帰ってしまった。モーガンは、パナマである女性に恋をして、無理やり、ジャマイカ島に連れ帰ろうとしたが、結局諦めた。ジャマイカ島に帰還したモーガンは、ポートロイヤルでは、人気者であった。しかし、イギリス本国では、パナマ遠征に対してのスペインの怒りの抗議があった、ため、 モーガンとジャマイカ島総督、モディフォードを交流し、ロンドンに送らなければならなかった。しかし、二人とも船の中での病気を理由にし、釈放された。そればかりではなく、二人とも国家の役職付きで、ジャマイカ島に戻ってきた。モーガンは治安判事、開示裁判所長などを歴任し、1680年には、ジャマイカ島代理総督にまでなった。モーガンは、 大トロイあるから海賊船を締め出し、3ヶ月以内に、海賊を廃業した者には土地を与えるが、廃業しない者は公主刑にすると最終通告を出した。しかし、裏では随分海賊を見逃していたようである。その後、モーガンに政界から抹殺されたリンチ教がジャマイカ党総督として赴任してきた。リンチ教は、モーガンが海賊関係の裁判の判決を、 外信員を脅して変えさせていることや、モーガンの作った死闘、ロイヤルクラブの応暴ぶりをイギリス本国に送り、そのせいでモーガンは全ての役職を解任させられた。1688年に友人がモーガンが正解に復帰できるように取り計らってくれたが、1688年8月25日に死亡した。酒の飲みすぎもしくは肺結核が原因と言われている。 モーガンの葬儀は総督級のものだった。現在モーガンの墓は地震のため海に沈んでいる。モーガンの死後、イギリスの海賊はスペイン領に対する略奪行為、侵略を一切禁止される。そのためカリブの海賊の主役はフランスの海賊に移っていく。しかしそれも1697年にイギリス、スペイン、フランス、オランダの間に ライスワイク条約が交わされると、カリブの海賊はなりを潜めてゆく。海賊が返り咲くのは、18世紀になってからである。ありがとうございます。